おはようございます。ゆいまるラジオ FM うるまブランチミュージックの時間です。パーソナリティのえりです。この番組は優しく痛くない歯科治療の福岡歯科医の提供でお届けいたします。この時間、フォークソングやグループサンズなど懐かしい曲をピックアップしておすすめの曲をお届けしていく音楽番組です。今日最初のナンバーは松任谷由実で潮風にちぎれて。松任谷由実で潮風にちぎれてお届けしました。続いては井上陽水で英雄お届けします。
井上陽水で英雄をお届けしました。続いての曲はチューリップで風見鶏お届けします。チューリップの風見鶏をお届けしました。続いてはかぐや姫で鴨の流れに。
かぐや姫で鴨の流れにをお届けしました。続いては松山千春で季節の中で。松山千春で季節の中でお届けしました。続いてはビギンで恋しくて。
ビギンで恋しくてをお届けしました。この時間ブランチミュージックをお届けしております。続いての曲は浜田省吾で路地裏の少年。
浜田省吾で路地裏の少年をお届けしました。続いては永井竜雲で捨て猫。
永井流雲で捨て猫をお届けしました。続いては長渕剛でグッバイ青春。長渕剛でグッバイ青春をお届けしました。続いての曲は中島みゆきで化粧です。
中島みゆきで化粧をお届けしました。続いてはかぐや姫で母へお届けします。かぐや姫で母へをお届けしました。続いては竹内まりやで命の歌。
竹内まりやで命の歌をお届けしました。続いては井上陽水でありがとう。お送りしてまいりましたゆうまるラジオ FM うるまブランチミュージック。この時間は優しく痛くない歯科治療の福岡歯科医の提供でお届けいたしました。今日はフォークソングとおすすめの曲をお届けいたしました。皆さんいかがでしたか？この時間のナビゲーターはエリでした。今日も良い一日をお過ごしください。それではまた。